ローレンス軍はアメリカ合衆国入りのイシューの東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,833人であり、2000年の15,452人から8.9%増加した。軍庁所在地はローレンスビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ローレンス軍は1821年に クローフォード軍とエドワーズ軍の一部を合わせて設立された。軍名は、米英戦争中の1813年、フリーゲート艦、アセスチェサピークを指揮している時に戦死した、ジェームズ・ローレンス海軍大佐にちなんで名付けられた。ローレンスは、致命傷を負いながら、艦を諦めるなという有名な文句を呟いたことで、知られている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は374.14平方マイルであり、このうち陸地372.18平方マイル、水域は1.96平方マイルで、水域率は0.52%である。近年、軍庁所在地である、ローレンスビル市の平均気温は1月の下市18度から7月の下市88度まで変化している。 過去最低気温は1994年1月に記録された歌詞26度であり、過去最高気温は1988年6月に記録された歌詞104度である。月間降水量は2月の2.51インチから5月の5.13インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ローレンス軍は下記9つの軍区に分割されている。ありがとうございます。